皆さんこんこにちはアのスピリチュアルトーク今日は幸せになれななれいいい残念な人第1回目ととしししてお話ししたいと思いま,すまあね世の中見ていると本当になんか幸せになれない残念な人って結構ね自分でもこう見てて思う人いるんじゃないでしょうかね、まあ、今日はそういう人たちをですね、まあ、スピリチュアル的に見て何でそういう人がいるのかどうすればそれが治っていくのかっていうようなことも含めてお話ししたいと思います。 え今日お話しする残念な人はですね怒りを持ってる人そして調子に乗ってしまった人というこのお二人のタイプをですね、えー、今日はお話ししていきたいと思います。まず最初に じゃあ怒怒りりをを持持っってているる人人ですね怒りを持っている人例えばですね僕が思うのはあの政治家とかであの国会とかで話している人、まあ、あれはね仕事でもあるしこうバーッて攻めることが仕事なんでしょうけどあの中ですごく怒りを持っている人いますよね。って言ってこうするべきだろうとかこう訴えている人っていますよね。まあ、そういう人っていうのはすごく怒りを感じるんです。 またはですね、たまにいるんですけども、あの、道端を歩いてて、なんかこう、なんか道に歩いてる人が、例えばもともと歩いてるとか、なんかそういうことに対してこう、いこう怒ってる人とか、いますよね。なんかどうでもいいことをすごく、あの、文句言ったり、なんかイライラしてる人っていますよね。まあそういう人を怒りを持っている人と僕は思うんですけども、こういうなんか怒りを持ってしまってる人っていうのは、 多分自分のもちろん持っってて生まれた性格ってあるんですよ、まあ、それがまた学びの場でもあるんでしょうけどそれだけではなくってすすごく強いと思うんですね例えば親がそういう人だったとこうイライラしてたりいつも文句を言ったりしてる人。で子どもっていうのはこうそういうのを見ててあまりいいと思わないのでああいう大人にはなりたくないなと思ったりするんだけども。 実は自分もそういうなんか文句をボロボロもういつも言ったりとか何かに対してこう怒ってるっていうような感じの人になったりするんですね本当不思議ですよねまたはですよあの小さい時に何かに苦しんだ人、まあ、例えばまあ親の、まあ、そういうねすごく厳しかったとかっていうこともあるでしょうしあの小さい時に、まあ、例えばお金に困ったとかねそういうようなことってあるじゃないですか。 なぜか知らないけどもやっぱそういうのを乗り越えてきた人っていうのはなんかこう人生に対する基準がレベルっていうのが高いんでしょうねこうであるべきだとかこうしないといけないっていうようなものが高くなっちゃうので比較的こう世の中に対してこう厳しかったりするんですよね世の,とか世の中とか周りの人に対してねそういう人っていうのはすごく怒りを持ってたりするんです。でもね これは残念なことに怒りを持つっていうのは自分にとっては何のいいことにもならないんです、まあ、正義感を持ってって思ってるのかもしれないんですけども怒りのエネルギーっていうのは体の中でこう蔓延するんですねやっぱりそういうことをずっと考えたりするじゃないですかでしかもそれは良くないエネルギーを生んじゃってるんですでそれをずっと持ってたりすると例えば病気になったりいろんなことに関わってくるんです周りに来る人に対しても影響してしまいますしね でそういう怒りをとにかくなくすことが本当は大切なんです。で僕はその怒りを持つなっていうことはなんかで人生に対して「もう何でもいいよ」って言って「もう僕気にしない」とかってそういう風になれって言ってるわけではないんですよ。もちろんねあの人間って生きているとこう戦わないといけない時もあるし「これはこうじゃないんですか?」って言わないといけない時もあるんです。ただですよ 怒りその時に「なんでやわ」ーってなるこういう怒りは必要ないってことなんですあってこうそういうなんか問題にぶち当たるとですねあこれは困るからこういうふうにしようでこういうふうにしていこうこういうふうに言いましょうとかってこう淡々とということは必要なんですただそこに対して「うわっ名前んだよな、ね、こわ」とかっていうような怒りを持っていいる人がいけないってことなとこんですねまあこういう人いっぱいいると思うんですよ実は周りに。 あのー、たまにね僕もフェイスブックとかいろんなものやってますけどもイッター t e r とか、まあ、そういう人多いですよねなんかこう怒りの吐き口をここにしてんだみたいな、まあ、たまにはいいんですけどなんかずっとそれをあげている人っていうのはうわーこの人本当に怒りをずっと持ってんだな大変だろうな残念だなと思うんですよねですから、あのー、なかなかね気が自分で気がつくってできないことなんですけども、あのー、本当にあ自分って怒りを持ってるなと思ったら あのそういう自分の怒りをこうなくして淡々とこう戦っていったり意見をするというようなことが必要だと思いますさあ2人目の残念な人はですね調子に乗ってしまった人まあこういう人もね周りにいますよねたくさんねまあ僕もねそういう調子に乗りやすいタイプなんですけど基本的に僕人っていうのは調子に乗りやすいものなんだと思うんです。 まあそれ自体は悪いことではないんですけどもねなんか成功したりなんかすごく有名になったりとかってしてくるとなんかこう周りの人ってこうアゲアゲになっちゃうんですよねでそれがこうその人をさらに調子に乗せてしまってなんか自分はすっげえ一緒なんだって思わせてしまう だからまあその周りの人も悪いんですけどもでもまあ周りの人にも色々あると思うんですまあ優しさもあるしその人がいるとこう何かがうまくいっていくとかねやっぱその人になんか乗っていこうとかその人と一緒に何かやればこううまくこう自分にいいことが来るみたいなまあいろんな気持ちがあるんでしょうけどやっぱり人っていうのは上げ上げになっちゃうんですで人は怖いのは上げ上げされてくるとどん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 ,どん自分がすんごい一緒にこう 思ってしまうといういのかなでまあ、そうなってくるとですよあの怖いのはあの普通の調子乗るぐらいならいいんですけどもたくさん調子に乗って「うわ俺ってすごいんだ」って思い始めるとですねなんかこう人を見下してしまったりなんかこう自分がすごいということでなんかこう他人に嫌な思いをさせたりとかしてしまって。 くるんですよねでわがままを言ったりとか,なんか人を人と思わずに何かこう使ってしまったりとかってねなんかそういう人っているじゃないですか周りに。でその学びっていうのはこう病気になるとか人に騙されるとかまたはまあ授業がうまくいかなくなったりとかいうことが必ず起こってくるんですよね。 やっぱそういうものっていうのは人生のこう何て言うのかな決まってるものなんですバランスが取れるというかもう調子に乗った人っていうのは必ずそこでこうあんたダメでしょっていう感じで学びの痛い思いがやってくるんですよね、まあ、でも誰もそんなことなりたくないじゃないですかじゃあ調子に乗るまあいいんですよこう まあ、ビジネスが成功してるとか有名人になってくるとこうはーっとこう持ち上げられますよねそれを楽しむっていうことは大まあいいと思うんですけどもじゃあどうすればいいかっていうと「ありがとう」とか「おかげさまです」っていう気持ちをやっぱり忘れちゃいけないんです。こう やっぱり自分一人でではないんですよね何か成功したりしても自分一人じゃない周りの人の助けがあったり周りの人がいるからこそ自分も有名になれるお金も儲けられるというありがとうおかげさまです、まあ、こう日本がね昔から持ってるこの文化というか考え方っていうんですかこれっていうのはすごく意味があったりするんですよね。ですからこうまあ基本的には有名人になったり中でバーって成功してもお金持ちになってもちゃんと 初心を忘れないで、えー、ありがとうおかげさまですっていう気持ちを持つことでそういうなんていうのかなこう後のこう失敗というか学びがこう大きく来ないというかそういう辛い思いをしなくて済むっていうそういうバランスを取ることがとても大切なんですねまあ確かにですねあのお金とかエネルギーっていうのはあの すすごくエネルギーが強いんでお金とかそういう有名になるっていうのはすごくエネルギーが強いんですよねだからそれがガーッと自分の周りにこう集まってくるとなかなか人っていうのはそれをうまく回せなかったりこういいことも悪いことも大きく動いたりするんですよねじゃあどうすればいいかっていうとそれを少しずつ他人とかに回してまあまあボランティアで何かするとか まあそういうことでもいいんですけどもそういうふうにこう他人にこう周りの人とかに回していって自分のその幸せなエネルギーをこう分散していくっていうのかなそういうことをすることでこのバーッと調子乗ってしまったエネルギーっていうのはかなり分散されてこう平坦な感じでで平坦な感じになるとこう後で何て言うかな負の。 学びってなるようなエネルギーが少なくなったりするんですよねまあ世の中にはこういうね残念だなぁと思う人たくさんいます、えー、まあ、スピリチュアル的にね この番組でいろんな人を紹介していきたいと思います。あ、自分もそうかなって思うことあると思います。まあ、もう人間なんてそんなもんだと思います。なんか自分なんか気づかずにこう調子乗ってしまったりとかそういう人っているんですけども、こうこういう話を聞いたりね、立ち止まったりすることで、あ、自分はこういうことしてたなって思うことがとても大切なんだと思います。 さあスピリチュアルに興味ある方はぜひチャンネル登録をしてくださいそしてまあね最近、あのー、この番組をするようになっていろんな人にいろんなメッセージとかコメントをいただいてますありがとうございます、えー、そういうものもね生かしてあのいろいろ番組を作っていきたいと思いますので、ね、皆さんのコメントまたはこの番組で取り上げていただきたい内容とかねあれば、えー、お知らせいただきたいと思いますそれでは今日はこの辺でお別れしましょうさよなら